はい、では、ピボットテーブルを使ってカテゴリーの併合をやっていきます。まずいつものようにどこか一箇所をクリック、挿入ピボットテーブルで空のピボットテーブルを作ります。はい、人数を集計するために個数カウント用フィールドを表体にドロップします。データの個数が出ていることを確認してください。その次に分類するカテゴリーをドロップしていきます。ここではまず暮らし方と寝る時刻の関係を見ていきます。暮らし方のフィールドを表側に、それから就寝時刻、このフィールド、これを表頭にドロップします。これで基本的なピボットテーブルが出来上がりました。就寝時刻のフィールドボタンをクリックして無回答を除外しておきます。空白のチェックを外し無回答を除外します。さて、就寝時刻について実際には回答者が少ないために、午前0時を境に2つのグループに、まとめてしまいます。まとめたいところの範囲、カテゴリーの部分の範囲を選択します。午前0時までのところ選択したら、ピボットテーブルツールのオプションのところにあるグループの選択、これをクリックすると先ほど選択したカテゴリーが一つのグループになります。ここでは右側の方にグループ1となりました。そして残りのものがグループ2というふうにまとめられています。時間の順序が違いますので、グループ1を左側に持っていきます。グループ1をクリックし、このセルの枠の部分、カーソルの形がこの形になったところをつまみ左に持っていき、薄い縦の影が出ているところを確認してドロップします。グループ1とグループ2の順序がこのようになりました。このグループ1、グループ2のところに小さなボタンがついています。これをクリックすると畳まれて併合した後、つまりグループをまとめた集計が行われます。このような形です。グループ1は午前0時前、グループ2は午前0時以降ということになります。同様に暮らし方についてもカテゴリーを併合していきましょう。この選択肢は順序尺度ではありません。名義尺度ですが、同じようにまとめられるものを選択してグループ化します。ここでは一人暮らしとそれ以外をグループ化していきます。飛び離れたところを選択するために、まずコントロールキーを押しながらまとめたいところをクリックしていきます。この3つをグループ化します。カテゴリーを選択したら、ピボットテーブルツールのオプションからグループの選択をクリックします。グループ1、その中には親と同居、親以外の家族と同居、その他がまとめられ、それ以外が一人暮らしとなっています。先ほどと同様にグループ1のところのボタンをクリックするとこれがまとめられます。このような形になります。見やすくするために一人暮らしのところのボタンもクリックしましょう。このような形になりまして、左側の表側の方は一人暮らしかそうでないかという2つのカテゴリーになりました。それから表頭のところは、先ほどやったように寝る時刻が午前0時前か午前0時以降かという2つのカテゴリーになりました。このような操作をカテゴリーの併合と言います。今やった操作はピボットテーブルではグループの選択、あるいはグループの折りたたみという操作になります。以上です。